町が、並木は、広は。前にも見たもんな、これ。2周目の時にさ、ノアが仕掛けたんよな、こういうことを。あの時みたいな感じ、なんか前にも見たことあるわ。選択補助が出ないんだ。感情はテクスチャで表せよ。何考えてるのかわからねえよ。誰か答えて、私の言葉に反応を。みんながさ、2周目の時みたいにすごいパニックになっている。あ、アーバ、クロエ、無事なようだね。よかった。まあ俺は無事やけど。何が起きている。それがわからないんだ。わからない。都市管理アークの挙動に異常が生じたとしか。ああ。一般用の端末がほとんど壊れかけてる。それがノアの仕業ってことよな。補助システムも機能していないみたいだ。ああ。私たちの端末は普通に機能しているようだが。僕たちが使っているのは軍支給のものだからね。そうなんだ。ただ一般用のシステムに頼っていた町の人たちはパニック状態だよ。そうみたいやな。ああ、ヤマトも。怪我はねえか。今どこにいる。ヤマト、そっちの状況は。ああ、青は、俺は何でもないが、町中がやばい。うん。みんなテクスチャの剥がれた町に怯え切ってる。場所によっては混乱に乗じて、え？町の重要施設を攻撃する仮面の坊たちも確認されている。ああ、まだそこパトロックス出てきとんだよ。ほんまテロリストみたいな、この常時に乗っかってみたいな。パトロックスだ。まさかあいつらの仕業か。ついにこんな大規模なテロまで。ごめんなさい、犯人知ってる。うち犯人知っとるねん。そこも標的になる。とにかく二人ともまずはプロメテウス本部に集合して。わあ、びっくりした。黄色突然的にはちょっとびっくりするやないか。お前なんだいこれは。私の街がぐちゃぐちゃだ。システムがごっそり抜けている。この反応を考えたらノアのやったことは正解に感じる、成功になってる感じになってるね。私の大傑作を台無しにしたのは誰だ。万死にも値する所業だ。許しはしない。あら怖い。博士、あの人が直接町へ出向くなんて。それほどの異常事態ってことだな。ああ、クロエ、お前はすぐその場から離れて。おい、ダメだクロエ。お前は私のそばにいろ。お前の方が研究所行きたいなって思っとんのに。それが目的なのに。された箇所の修繕に向かう。パトロックスの連中からこのボディを守れ。そのすごい細い体にボンキュッボンな体を守らせてくれるんだったら、ちょっとくらい触らせてくれればいいんじゃん。そんな、待ってください。危険です。彼らはボートと化している。何をしてくるか。だからパトロックスのゴミどもから私を守れと命令しているんだ。安心しなよクロエ。私を守っておった傷ならいくらでも直してやる。あなたの場合改造って書いて直すんだよみたいな感じだろお前。デザインドの腕一本くらい。なんかブリーチでも聞いたことある話やお前。おはよう。あ、目を覚めた。あ出たな。巨像の状態でノア出てきた。ノア、あいつ無事だったんだな。よかった。てかノアがやったんですけどねこれ。ノアがやったことなんですねこれ。目覚めたのならよく聞いて。これから私についての大切なお話をするわ。大切なお話？アークノアは人に寄り添うためにいる。はい。そのために機能を落とし、電子存在としての偏在性を捨てたの。はいはい。超越的な存在は人と一緒にいることはできないから。一方で私はアーティストとしてあなたたちを平等に愛していた。うん、アーティストとしてね。ファンは平等に私の活動の源みたいな感じですね。大小も奇跡もなくこの歌は全てを癒していた。でもそれって矛盾すると思わない？わからん。そういう難しい話をされても俺はわからん。ノアは偏在しないことがコンセプトなのに、愛だけは平等なんてありえないでしょ。そうなのか。わからんぞ。つまりね。つまり私は
嘘をついていたということ。え、お前たちには感謝している。これまでお前たちって言い方どうなの支えてくれてありがとう。ファンに対してお前たちって言い方どうなのだが私はお前たちを愛していない。ああ愛は尊い。簡単に配り歩けるようなものじゃない。愛は比較だ。ゼロか無限のどちらかしかない。これ演技だろ、あれだろ、ジュリーをおびき出すための演技だろ。やりすぎじゃないっすかね。パトロクロックを画面出して演技凝りすぎやなお前確かにそっちの方がさ混乱起きやすいだろうけどさ、そこまでやる必要ある。哀れ悲しいデザイン、お前の心は白氷のように儚い。それを踏み砕こうとする者は無限の愛で先に砕いてやるのみだ。わあ壊したのは誰気なく。ジュリア博士も飛んでますやん。飛行能力も取ったあんた。ワンチャンちょっとさ、この角度だったらあなたの生足がすごい綺麗なことがわかりますね。アークの分際でこの私を見下ろすなんて生意気だね。空中戦始まるんこれ。強くなったつもりか。ああ、まるで星のようだろ。流れ星は好きか。嫌いだね。流れ星ってあれか、中英とかが。わーおわー、ほんまに流れ星になったやるのは。あー、この体勢もこの体勢で生足、太ももが分かりやすくていいですね。太もも大好きな人にとっては必見な状態ですね。あと何気に胸の膨らみもちゃんとプルンとなってそうですね、これ。でも落としてやるのみだ。え、さながら流星群といったところだな。ドラゴンタイプの技、ポケモンだったら、うわあ怒ってる、どうなってんだ第三次目の前に起きてるただ恐ろしいのはこの第三次をしてもなおジュリア博士まだ立ち上がりそうっていうかさ死んでなさそうなのがさらに恐ろしさを助長するね。わかった、元よりそのつもりやけんさ。何をボケっとしている。こんな時間稼ぎあいつを相手にそう長くは持たんぞ。ああそうやな。青葉との通信も遮断しておいた。今なら誰にも位置情報を知られないはずだ。ナイス、ここへ急ぐぞ。走れ。オッケー派手にやりまくったなお前。ノー、どうして私のためにあそこまで。もう取り返しか。後先も考えずその時にかけるのも人間らしくていいだろ。おうこいついいから急げ。もってあと30分というところだろうな。うん、 でもテレビアニメ1本見えるじゃん。30分か、絶対に無駄にはしない。30分が長いと短い、長いか短いかで考えるのはあなた次第ですが、水星の魔女とか見よったらさ、その30分ですごい短く感じるんでね。やっぱ短いんでしょうね、30分で。知らんけど。正体、ジュリーの狙い、高校は何を思っていたか。うん。わからないことだらけだ。でも、もう逃げない。謎を解く。よっしゃ、行くぜ。ラボのキーは開けた。行くぞ、クロエ。了解した。この先、真実が待っている。ここ?ああ!パティだ。久しぶりにいたな、パティ。お前。サポートアーク?これサポートアークって扱いな。プロテクトが何重にもかかっている。だが、今の状況なら。おうおう、消えてる消えてる。いい子だ。少し。私の言うことを聞いてくれ。コード、ウトノピシティム、指令番号4040。何それ。オーダープロテクトを解除、二次観察プログラム HACS を解放。ノア、
これ以上無理を重ねたら心配は無用だぞ。クロエ、ノアちゃんの性能を舐めてもらっては困る。でもいいから、お前はお前のなすべきことをやり遂げろ。俺のなすべきこと、ジュリーちゃん。この声聞いたことあるや。どうしたの？また人格転写の弾みで何か忘れてしまったの？聞いたことある、この声。東京クロノスでさ、道具ユリアがさ、パティの声出しときってこんな声だったやん。こんなところで、さりげなく出演してんの。ああ、そうだ。メテオラに関連する情報を開示してくれ。騙されて開示しようとしてるな。何これ。あ、俺がすればよいん。音声手記、自動音声認識で記録された手記。メテオラとは人間の時間操作に対する超越的な情報体。時の摂理を犯すものを排除する人類の英知では到底届かない存在だ。だがその限界を超えるために、もう私は長い間この研究に身を捧げてきた。時間に対する挑戦は神への挑戦と等しい。だがいいだろう、私は人の壁を越えてみせる。何度でも何度でも繰り返し調査し探索し仮説を検証する。たとえこの身が滅びても構わない。人体を入れ替えれば問題ない。耐久性と機能性という極めて合理的な理由により、そこに人格を転写し統合し自己複製させて馴染ませる。問題はない。とはいえ十数年慣れ親しんだ体だ。愛着がないといえば嘘になる。あ、まだ生身の体の頃のジュリア博士かな、これ。私の姿形はどうしようもなく失われてしまった彼女の存在を暗示させる。彼女の存在？ただそのことが私を苦しめる。だから私は彼女の面影の一部を私の人体に残した。そして鏡に誰の話をしてる？自分の姿を眺めるたびに彼女の姿を想起する。どれだけの研究を積み重ねても我々の人体は完全なアロポイエティックマシンにはなれなかった。オートポイエシス論の限界を、何の理論か全然わからんけどな。肉体レベルでは超えられない。だが頭脳だけは別だ。だから私は頭蓋の中枢を転写した。だが頭脳は身体性とは切り離せない。転写するたびに薄れていく記憶がある。これが最後のチャンスとなるだろう。今ならまだ私は彼女の声を、彼女の肌を、彼女の美しい瞳を想起することができる。彼女って何よ、誰の話だ。思考と科学的演算の果てに私は自身の悲願を成就させるべく動いている。だがその動機が極めて情緒的なものだというのは皮肉なものだ。目的の達成はすぐそこだ。もうすぐ私は会うことができる。誰と？その個体名はゆ？ゆ？ユリア。あーあー、わかるわかる。もう何もかもわかる感じ。東国ユリアじゃん。マジで話繋がっとるは分かっとるよ。世界観が繋がっとると思ったけど、こんなところでさ、過去作の話出てくる。マジでか。あ、ジュリア博士ってユリアの知り合いだったんじゃん。200年前、それこそ、生身の体だった頃にあっとんか。つまり。マジか。で、これ2日目の、あ、最終レポート。このレポートは青葉ではなく、ジュリーがまとめたもののようだ。共鳴度が基準値を大幅に超えた。プロジェクトを次のフェーズに進める。うん。一体、アニマと何の共鳴度を測っていたんだ。共鳴度？メテオラ。世界が世界であるための精妙な調整。
ファインチューニングの守り手。時制の縛りがないから昨日も明日も自由自在。ジュリーちゃんが欲しがるのも無理ないね。メテオロ欲しがる、欲しがってたんか。どういうことだ。うん、反応が鈍いな。答えるまで刺激を与え続けろ。刺激を与え続けるって何。メテオラが捕食するのはごく少数のターゲットのみなんだ。あ、そうなんじゃ。捕食対象をいつだって探してる。メテオラのターゲット、私がまさにそうだ。それに、ああ、だからターゲットがよく活動し始めたからこそメテオラがよく出現するようになったところがあるんじゃ。もしかしてココもそうだったのか。だから捕食された。え、じゃあそれから考えたらさ、クロエを作り出したんはそのジュリー博士がメテオラを欲しとったからで、あ、マジか。メテオラを退治するためにクロエが出撃してたんじゃなくて、むしろ逆で出現させるためにか。餌でさえ取ったんか、クロエのこと。マジで。私が摂理を乱すものとしてターゲットになるのはわかる。でもどうしてここまでが。だいぶ謎が解けてきよるし。なんだよ、あの体育は記録媒体みたいなものかな。あんまりにも情報密度が高いものを捕食するとね、記録の弾みにメテオラも影響を受けて体が変化しちゃうことがあるんだって。え、それがアニマか。変化するぐらいに食べたらもうね、その時勢に根付いちゃうんだよ。おう。体が変化。アニマか。だよな。ココに似て、その性質を利用してメテオラを現時点に縛ったのか。あー、どうなっちゃうのか。え、だとしたらココのことを食らわせたっていう、もうジュリーの企みだったりするんかな。メテオラはね、捕食対象を正確に記録するために捕食の前に相手の破損部を一度全部直すんだ。あ、だから立ててたんじゃ。だからこうこう立ててたんじゃ、あの時は。あの時だけは。メテオラの修復機能にかかれば一瞬で元通りだよ。そうなのか。それでこうこうは死ぬ前に歩けて修復されたから。マジで見えている様子だった。おっとろしいこと言うね、オタク。ブラックボックス来た。得意点を含有する高次元時空構造体。ここの施設ではメテオラが持つ天然ブラックオブジェクトは作ることができない。でもジュリーちゃんは長年の研究で人工ブラックオブジェクトの生成に成功したんだ。ああ、クロエちゃんとコウコちゃんの魂の源として、マキアのエネルギー源として、コウコもなんか作られたデザインのみたいなこと言うな、お前。そういうことな、もしかして。アリストテレス、ヘラクレイトス、ジョン・ホイ・ノイマン、ウィギナー、キューリング。壊れてるな。ここまで来て。でもだいぶすごいこと分かってきたな。基礎的な情報は手に入った。でももっと決定的な情報は。仕方ない。何？ノア、何をしている？のはあの3人だ。コウコ・ココノエとアーク・ノア、そしてコード・クロエ。三者三様の働きをしてくれればメテオラを操ることもたやすいだろう。頼む、コウコのことを教えてくれ。コウコ、コウコ・ココノエ、量子エンタングルメントエントロピー、クアンタムエンタングルメントエントロピー。何ですかそれ。その蓄積の片割れ、時空捕獲の輪廻構造体。ああ、あの捕食対象の子のことだね。ココはなぜ外に行ったんだ、答えろ。わからないよ、メテオラに食べさせたかったのは胸像の方なのに。
食べさせたかった。餃子？どういうことだ。コーコとクロエ、2人はジュリーちゃんが作った人工人格をブラックオブジェクトに転写した輪廻構造体だ。とりあえず作られた存在ってことやな。過程でミラー相対性が生じて、2人は合わせ鏡のような相対関係になった。私たちが対のブラックオブジェクト。その言い方だとさ、食わせようとしてたらクロエの方だって言いたいかな。取り替え操作のことだ。異なる概念記述が同一の対象を指し示すことを相対という。二人は永遠に引き合うことで。見事だ。何？知れ。ジュリー博士を煙に巻き情報を引き出すとは。しかし油断しては元も子もない。ノア、だーらろー、君のパートナーは無事では済まない。自由気ままに飛べなくなった気分はどうだい。そうやっておとなしい君を見てると愉快だね。なんか見たことある展開やな。2週目の時にもなんかこういうところ見たことあるな。何を壊すわ、部屋を荒らすわ、ボディを傷つけてくれるわ。確かにまだ真っ黒焦げになったみたいな感じになってるもんな。そうだ、やってくれたね。あ、これは助けるだろう。攻略サイト一応確認するけど、やっとは助けるよね。そりゃそうだ。ジュリーには何を言っても通じそうにない。行け。嫌な予感がする。ジュリーを抑え込んででもノアを助けないと。そうだ、尋問を始める前に反抗的なクロエにおとなしくなってもらおうか。うわあ、余念がないな。うわあ、あれ二人もおったんじゃ。知らなかった。博士やめてくれ、ちゃんと話くらい聞いてくれよ。クロエにはもちろん後で尋問するが、その前にお前だ。この私に牙を剥いたことを後悔させてやんなきゃ。おや、反抗的な態度じゃないか。旧時代のお姫様みたいにギロチンにかけてあげたっていいんだよ。なあジュリー博士、許してやれよ。ノアが意味もなく暴れるわけがないだろう。そうです博士、きっと何か事情があったはず。こんな扱いは人道に反している。いや、人道とかこの人に語ったってしょうがないと思うんですけど。人道？こいつはただの造反したシステムだ。かわいそうに見えるのならこうしてあげようか。ん？あ？どう？こいつがただのシステムだってことを思い出した？見た？2D にされた。 3D が 2D にされてしまった。人は心だなんて口ではみなそう言うが、人間の企画から外れたものはやがて人間とは見なしてもらえなくなる。これで君らもかわいそうなどというぼんやりした感情に惑わされず真実を追求しやすくなっただろう。なんてこと。ノアを巻き込んだのは私だ。関係ないんだ。黙ってろ、お前には聞いてないし。巻き込まれたのはお前の方なんだよクロエ。私の方。こいつはな、狙っていたんだよずっと。何をだよ。の連中を使い反乱するタイミングをな、前々から準備しておかなければこれほどの反乱を起こせるはずがないだろう。そうなの。そうだよねノア、褒めてあげるよ。私を出し抜くとはやるじゃないか。町を運営する都市管理アークがいつの間にかこいつに奪われていた。これは計画的な反乱だ。町の都市管理アークが。けれどノアのサーバーにそれほどの処理能力があるとは思えないけれど。そう、それがこいつのしたたかなところさ。巧妙に隠していたんだよねノア。そうなのかい。言っておくがその目標は無意味なんだよ。君が黙っていたところで使
まえたパトロクスたちのデバイスを覗き見れば、その事実は白日のもとにさらされる。いや、パトロクスともここら辺で繋がっとったんか、すでに。こいつは都市管理アークを動かせるほどの処理能力を得るために、アーティスト活動と称して獲得したファンたちの端末の演算機能をネットワーク上でつなげて第二サーバーとしていたわけさ。あー、それをうまくやったのがさ、2周目のあの展開だったかな。端末に保存するとデバイスの中でそいつがウイルスとしての本性を発現。音楽を再生するたびに知らず知らずのうちにせっせと領域をノアに献上する。へえ。ノア、君は人々のデバイスを利用するためにアーティストとしての活動をしていたんだろう。そうだったのか。お会いするなんて耳心地いいこと言いながら、その実貢がせて利用していたわけだ。やばい、よろしい。とタチの悪いキャバ嬢とかホステスみたいな感じだったね。それは本当なのか。な、嘘だ、俺は信じねえからな。ノアは本当に人のために歌ってた。そうだろ。私は。お前は。ああ。すでに剥奪した。言い訳は結構だ。人にこんなやついたよねって、エヴァンゲリオン。そんな。ヤマトは相変わらずおめでたいやつだな。大体本当に人の身を案じているアークがパトロクスのリーダーをやってるわけがないだろう。リーダーやってた、お前。の連中を指導して人心を乱し、アーティストとして歌い踊って人を癒す。マッチポンプやってた、お前。各自演にも程がある。都市管理アークの支配に人心の掌握。パトロクス、お前が動かしてたんかい。アークによる反乱か。この世界の神にでもなろうとしたのか。違う、ノアはそんなこと。ああ、黙ってろって言ったよね、クロエ。うわあ。博士、やめてください。黙れ黙れ黙れ。巻き込まれたとはいえ、クロエ、お前を許したわけじゃない。後で目いっぱいお仕置きしてやるからな。楽しみにしていろ。どうするこれ。ノアだ。さて、ひし形のオブジェクトちゃん、うまく隠したつもりだろうが、第二サーバーの中枢のありかはもう分かっているんだ。本格的に情報を抜かせてもらうよ。ノアがピンチ。それは旧時代の電子オルゴール。あ、サンルームに置いてあった。わ、それコーコが大事にしとったってやつだよ。コーコの家から持ってきた骨董品だ。まさかこんなもので情報を取りまとめていたとは。あ、そうだったんじゃ。ここの絵表記の骨董趣味だと思って油断していたよ。どこにもノアが関わっとったんやな。はあ？ん？ああ！ああ！こんなジュリア博士の姿見たことない。トラップ仕掛けてる。のセキュリティが完璧だろうと、実体のあるハードとはそれ自体が弱点だ。待っていた。お前がそれに触り動きを止めるのをずっとやるな。ノア、なんだよこれ。ノア、お前がしてることなのかよ。もうやめてくれ。何がなんだかわかんねえよ。ノア、お前どうして、何のためにこんなこと。アニマと共鳴した時に分かったんだよ。本当に危険なのはこいつだ。アニマじゃなかった。そこまで分かったんじゃ、あの共鳴で。クロエ、お前は私たちが見たあの巨大なメテオラを恐ろしいと感じないなんて言ったが、あれは決して迎えてはいけない未来だ。迎えてはいけない未来。お前と出会うべきじゃないんだ。何を言っているんだ。ノア、説明しろ。お前は一体何を見たんだ。この先に何があるんだ。あれの正体、こいつが作り出そうとしている怪物だ。お前が作り出そうとしてるんかい。なんだと。だからこいつは私が破壊し尽くす。こいつの望む未来は訪れさせない。とんでもない化け物を作り出しちゃったんじゃ、ジュリア博士。おい、それはあかんぞお前。これが私の
ける価値がある。お前何をする気だ。あ、抱きかかえた。持つ抑止装置は私が破壊する。クロエ、お前はもう自由だ。無理してマキアに乗ることはない。お前を縛るノイズに怯えることもない。自由に生きて、ノア。そして笑っててくれ、ノア。ノア、どこ行く。あ、ジュリア博士が完全に停止したかな。一つの陰謀を止めたような感じになってる。